全く。ハンバーガー・サンチェスは俺よりも怒りっぽいかもしれないし、日曜には教会に行くような男かもしれない。凶暴な殺人鬼かもしれないし、ワイシャツにはアイロンを当ててから着るような男かもしれない。いずれにしても、ハンバーガー・サンチェスは俺とは別人だ。要するに、食い物を選ぶときはよくよく考えて選ばないといけないってことだ。ああ、腹減ったな。ドタバタリップ。皆さんこんばんは。始まりました。この番組は役者タレントをしているヒトミンと妄想電波と高見うるま市の変態仮面サンチェスの3人でお送りするドタバタトークバラエティですが、特番のため高見はお休み、舞台のためヒトミンはお休みでございます。で、番組では毎月1つのテーマを設け、1ヶ月にわたってじっくりトークしていきたいと思います。まあ夏も終わり差し掛かり、9月になりましたね。メッセージテーマフリーなんですけれども、今日はサンチェススペシャル、俺は何を食べてきたのかということをやっていきたいと思います。で、今日はですね、キャプテンとゆきさん、はい、いらっしゃってます。お邪魔します。お邪魔してますよ。はい、皆さん楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。お願いします。どうぞ。はい、この番組ではコメント感想お待ちしております。コメント感想はドタバタ797 @gmail.com、 すべて小文字で、ドタバタ797 @gmail.com、 たくさんのメッセージお待ちしています。またこの放送ではツイキャスやユーストリーム、サイマル放送のリスンラジオでもお楽しみいただけます。詳しくは FM キノワンホームページをご覧ください。この番組ではスポンサーを募集しております。ドタバタリップ。基本的にみんな神々なんだよ、このラジオ。あ、これですね、 T シャツ。あ、これか。あ、何かな、何が生きてるんだろうと思って。この T シャツ歩いたらやばいんですよ。絶対みんな見てくるんですよ。うん、確かにインパクト大ですね。みんな T シャツつけてんなって言って、子供から大人までみんな見てきますよ。絶対目行きますもんね。絶対行きますね。大塚健二さん、なんかかっこいいですね、名前。埼玉からツイキャスで見てます。埼玉から元気ですか。これ送ったケンジさんですよね。あ、そうなんですか。そうです、はい、これってラブドールですよね。絶対そうですよね。違うんですか。いやこれはですね、福山雅治さんですね。足、両足骨折してるけど。完全に反対方向に曲がってるけど、大丈夫か。修道さんもこんばんは。こんばんは。多分あれじゃないですか、アンちゃんって後で、アンちゃんね、言ってくれるかな。アンちゃんね、こういう気はない。エアマネキン、エアマネキンのアマゾンで売ってるんですよ。エアマネキン、こんなのあるんだ。両手首もないけどね。この洋服もケンジさんがですか。多分一式じゃないですかってことか。アンちゃんセット、結構胸筋いい感じですね。また触る。でもちょっと中身見てみたい。この目指せて。あ、股間のところってことですか。ちゃんとあるかなって。中身全てちゃんと触ってるのか。何使うんですか。見るだけです。見るだけ。見るだけですよ。じらしプレイが好きなんですよ。眺めるのが。眺めるのが。眺めるのが好きなんです。だからこっちに何かはめる穴があったらもう確定ですよ。あ、そういうやつって。うん。あ、それ見てみよう。はい、では5秒前で。はい。ドタ、あ、バタ、あ、リップ、あ
皆さんこんばんは。79.7MHz でお送りしておりますドタバタリップです。本日ですね、私サンチェスとキャプテンの男祭りの予定だったんですが、そら豆ラジオの、ゆきさんが遊びに来てくれましたよ。遊びに来ちゃいました。いらっしゃいませ。よろしくお願いします。パパパパパ、本当急遽でしたね。はい、駐車場で会って、そうサンチェスさん今日出ていいですかみたいな。そう、実はあのそら豆ラジオの途中に、はい、なぜか、うん、このリスナーの皆さんもなんか今日の8時からもう出ちゃいなよ、うんうん、みたいな流れになって、はいはい、そしたら今日そういえば2人だよってなって、うんうん、あれみたいな。あ、全然いいっすよってなって、そうで駐車場に行ったらいたんで、ちょうどいましたね。そうあ、今日いい機会ですね、うん、いい化学反応が生まれることを期待してね。何か運命めいたものを感じますよね。感じますね。そうですね。ね、すごい。前回おっぱいの話だったんですけど、あ、それもすごい気になりました。私気になりました。そう、どんなおっぱいをお持ちですか、ゆきさんは。私は一応そんな大きくはなく、はい、あ、いいですね、うん、あ、いいんですかそれ。全然いいですよ。私は大きくなりたいんですけど。大きければいいってもんじゃないですよ、はい、そうなの。やっぱなんか形とか言うじゃないですか、うん、はい、はいはい、やっぱ形なんですか。何この人たちハモったよ。なんだろうね、形ではないんだよな。揉み心地でもなんかもうすごい友達でもうウォーターベッドみたいな。ウォーターベッド。あのおっぱいの持ち主がいたんですよ、はいはい、水パイってやつですか。あ、そういう名前もついてるんですか、うんうん、あれ、うん、もうすごい、あれすごい羨ましかった。マジっすか。ダメ。なんだろう、ちょっとなんか弾力がないと。あ、嘘、うん、なんかもう自分にないものだったから、はいはい、こんなおっぱいあるんだ。あ、やっぱ女性どうしてもそういう風に思うんですね。思います。だってもう全く違う別物、同じおっぱいかなって思うぐらいにもう水しか入ってないでしょ。水しか入ってないでしょ。そう脂肪ないでしょ。そうどうなってんだろうってすごい気になりました。なんかいいですね、女性同士でこういう触り合ってもなんか美しいじゃないですか。そうですよね。なんか男同士がね、お前のめっちゃ長いなって触り始めたらちょっとダメさ。あ、実際ないんですかそういうの。ないですよね。実際に触ることはないですね。ないね。いや、女の子はなんかもう結構もう大きいおっぱいの人がいたらもうすぐ、うんうん、みんな行くじゃないですか。すぐ掴みます、はい、なんかあれ見て美しい光景だなっていつも思うんですけど。美しいですかあれ。やっぱ男性美しくないでしょ。確かに美しくない。お前の玉すごいなーっつってすっげー重みあるよとか。やってるのも見たことないですけどね。ないでしょ。嫌でしょ、やっぱりそういうの。想像もしたくないですね、うん、なんか嫌女性同士だから、ましておっぱいだからこそ、そういう美しさが自分生まれると思ってますね。ーアーティストですね、本当に。アーティストです、本当に、ね、想像主に感謝です。ありがとうございます。それはイエス様なのか、アーディ。また前回につながることになりますけれども。まあ今日のテーマなんですけど、はい、今日は食に関してです。お、俺は一体何を食べてきたのかという話をしたいと思うんですけれども。うん、食べ物の方の食ですよね。そうですね、食べ物ですね。食べ物とか、まあ食生活とかね、うん、まあ、オープニングでもちょっと触れたんですけど、人間の体って、はい、その人が何だろう、摂取してきたものとか、うん、食べてきたもので構築されて、その人間を維持してるわけじゃないですか。そうですよね。でふと考えたんですけど、うん、みんな何食って生きてんのかなと思って。なるほどね。何食ってんすか、ゆきさんは。私、あの一旦そら豆ラジオ終わって、はい、とりあえずこっち来る間に、うん、アメリカンドッグ食べました。はローソンの。はい、俺もっす。あ、マジ。さっき。本当に。はい、やばい。チーズバーガーより安いんですよね。そこ。あ、すごいですね。ね、やっぱ運命だったんですね。4口で食べました。それは無理でした。あ、無理でした。それも4口で食べたんですか。4口ですね。あれを。だいたいホットドッグは4口って決まってるんですよ。やばい。だいたい4口です。まあ、だいたいそれぐらいですね。だいたいそれぐらいですね。なんだろう、食にこだわりがないっていうのもあるんですけど、自分が。だからまあコンビニで済ませちゃったりとか、うんうん、お家で自炊もあんまりしないし。あ、そうなんですね、うん、あ、じゃあもう全部ほとんどコンビニ食とか外食になるんですか。ほとんど自分は弁当屋さんですね。あ、弁当屋さん。100円弁当とか、あの300円のやつとか。なんか沖縄って弁当屋多いじゃないですか。多いですね。ああいうところで済ませてますね。あ、そうなんだ。だからみんな、自分はそういう、なんだろう、弁当で済ませてますけど、うんうん、みんなお家で自炊したりとか。してるのか。何を食べてきてこの結城さんを構成してきたのかなとか、いろいろちょっとふと思ったんですよ。なるほど。キャプテンは何食って日頃生活してんのかなとか。日頃何を食べてですよね。何を食べてんのかなと思って。今特に一番苦労してることですね。そうですね。あ、苦労。苦労してるんですか。はい、僕はだって豚アレルギーですから。豚アレルギー。 2,3 年前に発症しちゃったんですよ。嘘でしょ。らしいですよ。豚アレルギー。豚アレルギーなんです。もう沖縄って豚しかいないじゃないですか。ね、もう豚メインの沖縄料理みたいな、うんうんうん、だから沖縄料理は食べれないし、痛い。ラーメン食べれないし。ラーメン食べれない。沖縄そば食べれないし。あ、いえな。そしてさっき出たホットドッグも食べれないですよね。なんで、なんで、なんで。油。ソーセージ。あ、ソーセージって何。豚も入ってんの。ソーセージって豚なの。入ってます、ね、ソーセージは誰の腸なの。
ソーセージは豚が多いですよ。あ、豚なんだ。はい、あ、じゃあ中身はいけるってことですか。あ、中身がいけない。ソーセージの、あ、中身がダメ。あ、じゃあ周りだっけだっけ。じゃあ何、あの腸詰めの腸は何ですか。誰の腸なんですか。腸詰めも確か豚の腸だったと思う。いろんなのが混ざってんのかな。混ぜてるものは混ぜ肉なのかな。結構混ざってるものもありますけど、豚がほぼほぼメインだったと思います。豚がほぼほぼメイン。そう、沖縄はもう豚が ね、 辛いですね。メインなんでかわいそう。かわいそう。デートも行けないですね。デート行けないって言うなよ。あ、これ豚とか一日なんか。そうそうそう、なんかもうこっちも気使う。気使うね。なんか豚があるとか言っちゃダメなんだよねみたいな。もう養豚場の通りとかね。そうそうそう、通れないし。匂いだけでもダメなのかな。いや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 、そんなんじゃないですよ。一応あのとりあえず入ってた場合、じゃあ食べて。あ、食べてちょうだいと。どうなるんですか実際豚を食べたら。一回ですね、激しい症状で、うん、ジンマシンが出てきて声が変わって、うん、くしゃみと咳が止まらなくなって声が変わってって何ですか。あの喉が腫れたんです。あ、喉が腫れる。なのであの呼吸困難になりかけたんです。豚食ってっすか。豚食った呼吸困難。怖っ。かわいそうですね。ね、それ、ね、それでもうドクターストップですね。食べないでください。え、でも気づかない時もあるじゃないですか、豚が入ってるって。これに、はい、そういう時は、そういう時はだから食べちゃう。 あれ、いつもに比べたらちょっとなんかあれ痒いな。ああ、痒いなと。バッては出ないのか。とんかつとかじゃいけないんですよね。いやー、もう今食べないです。もちろん一体でも食べさせてみたくない。食べ、どうなるんだろうみたいな、ね、でも大好物なんで、たまに親にチキンカツでお願いしてカツを作る。あー、なるほどね。でも全然違いますよね。全然違うからね。とんかつがやっぱ豚には豚の良さがあるからね、うん、そうなんですよ。ヤバトンとかいけないんだね。じゃあかわいそうに、はい、特に豚ってビタミン B2 が豊富に含まれてますので、うん、あの疲れに効くんですよね、うん、疲れじゃ取れないってことですね。はい、あと美容にもいいんですよ。美容、はい、肌ツヤ良くなりますよ。うん、でも食べれないでしょ。って言われてもね。でキャプテンに言われても私たちは食べてるから大丈夫だけど、ね、かわいそうに。これでも僕はあのそのアレルギー発症するまでは豚メインで生活しましたね、うん、あ、だからどういうこと。でしょ、食べ過ぎたらほらアレルギーになるっていうじゃないですか、うん、あ、そうなの。そうなんですよ。なんかこのコップ一杯の水なんて、はい、コップに水入れたら溢れるじゃないですか、はい、その原理で体に豚が溢れ出したらそういう症状が出るらしくて。そうです。だから食べ過ぎたらアレルギー。豚のあれを超えちゃったんだ。そうそうそう、オーバーフローしちゃったんだ。オーバーフローしちゃった。なんか今のタトゥーいいですね。そう、かっこいいですよね。わかりやすいですか。コップに水入れすぎたら溢れちゃうじゃないですか。そうそうそうちょっといいですね。なんかそれ使ってみたいです。なんかのパクってるはずパクってるはず。なんかのパクってるはずちょっとツイキャス拾っていきましょうかね。はい、お願いいたします。人工知能の夫アサトさん、オツです。お久しぶりです。いらっしゃいませ。シュプリームさん、嫁が僕の竿を触ります。めっちゃいいじゃないですか。触らなくなるって言いますからね、熟年夫婦とかはね。全然触ってくれるだけありがたいんですよ。そうです、ね、よかったじゃないですか、シュプリームさん。そ、俺のも…あ、やめましょう。大塚健二さん、女性同士は比べるのか、男子はやらないな。でしょ、やらないでしょ。そうなの、やってんのかと思いました。やらないよ。なんか修学旅行の時とか、うん、この男子がわちゃわちゃ、はいはい、なんかやってるから、うん、やってんだなみたいな。意外にみんなシャイですよ。あ、そうですか。見られたくないから、やっぱり隠して入ったりとか。なんかもう堂々となんか俺の見ろやみたいな。いや、堂々とはできなかったっすね。当時は女子はもう銭湯とか行ったらもうみんな、うん、もう何も気にすることすっぽんぽん。最高っすね。デイジ入りたいです。本当そこに行きたいです。ぜひ。ぜひ。逮捕ですから。ニュース出ますよ。サンチェス・ヒロキ容疑者って。名前言っちゃった俺。フルネーム言っちゃったし。言わないようにしてるもん。ヒロキさん。言わないで。人工知能の夫さん。タッションベンの飛距離じゃね。あ、それはやるね。ああ、はい。これめっちゃやる。これ比べるのとしたらそこです。あ、そう。でもその時に見えてるんじゃないですか。見えてます。あ、やっぱ見える。あ、なんか私思ってたんですけど、うん、ほら、トイレするとこってこうやって立ってみんなでやってるんですか。はい、なんかチラーみたいな。あ、全然見えますよ。あ、やるんですか、やっぱガンガン見ますよ。あ、やるんだ。なんだこいつ乗ってやるやつもあるし。はい、でけえな。失礼だけどね。でけえな。あ、そういう毎日の中は生きてるんだ。なんか子供のタッションとか見てたらちょっとなんか心が温まる。もう両手使わずに T シャツを両手で上げて、この腰の動きだけでそこに入れていくみたいな。あ、まだまだ慣れてねえなーって。あー、俺にもこんな時代あったなみたいな。竿使いがまだまだだなーって。かわいいなーって。いいですね。でもおっさんのは嫌だな。すごいブルブルする人いるんですよ。あ、へえ。このピッて切る。へえ。そこまでやるっていう人とか。へえ、はい、面白い。そんなやらなくていいじゃんっていうぐらいの人とか。そんなに振るんだったらもっと近寄れよ。そうそうそう。やれよとか。
なんかトントンってなんか全身を使ってやる人とか、いろんな人がいるんですよ。人それぞれなんだ。まあ、突っ込みたくなるからあんまり見ないようにしてるんですけど。突っ込んでほしい、ぜひ。シュプリームさん、ピザポテで育ったんじゃないの？自分ピザポテトが好きで、あのスナックのですか？スナックの。で、休みの日には必ずピザポテトと、自分しょっぱいのと甘いの絶対食べるんですよ。で、ピザポテトとなんかパックンチョとか。あ、買うんですけど最近食べてないですね。あ、ピザポテトも。ピザポテトはなんか食べれなくなっちゃって。あ、どうして。多分あれですよ、あのコップに水入れたら溢れるじゃないですか。溢れた、溢れるでしょ。ついに溢れた。ピザポテトも多分溢れたんだよ。溢れた、うん、そうそうそう、オーバーフローしちゃったかもしれない。なるほどね。あ、じゃあもっとあの開けないといけない。開けないといけないね。早速使えたね、これ。うんうん、いいね、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。ポッポ大塚健二さん、沖縄のお弁当安いですよね。100円沖縄そばはありがたいです。あ、これって利益あるんですかね。あ、確かに、ね、思います。なんかボランティアでやってんのかな、ね、僕これの究極食べたことありますよ。何の究極ですか。あのキロ弁。キロ弁、はい、那覇の泊まりにある1キロ弁当屋さんがあるんですよ。めっちゃ嫌だ。1キロ。1キロ超嫌だ。あのライス 400g、 おかず 600g。 やば。でいくら。で500円です。多分行かれてるかもしれないですもうただのボランティア精神ですよね。あ、もうみんなに食べてほしいっていう。もう僕としてはもうありがたかったですね。まあ、そうですね。こっちからしたらありがたいけど、まあ、経営者とかね。ね、どうなんだろう。この人ら大丈夫なのかな。でも結構沖縄に多いってことはそれで生活できてる、うんうん、でもできてはいるんじゃないですかね。だってそれでなんか従業員何人とかいるわけだから、給料も払って。すげえな。確かキロ弁の方は女性の方も結構多く買うみたいで、OL さんがお昼に買って、うん、半分残して夜も食べるとかっていう食べ方する人がいるらしい。なんか嫌だ、それ。寂しいな。寂しいね。寂しいな。なんか2人で食べるとかだったら分かるけど、あ、福山雅治が倒れた。たたりじゃ。たたりじゃ、豚のたたりじゃ。豚たりじゃ。今倒れたんですよ。ちょっとツイキャス見てる方しか分からないと思うんですけど、福山雅治さんのあのなんかダッチワイフが後ろにあってエアドールでしたっけ、マネキンみたいな。エアドールですね。倒れちゃったんですよね。あんまりブタブタ言いすぎたからごめんなさいね。このブタブタが大塚健二さん、呼吸困難で最悪なケースありますからね。本当に危ないですよ。いや本当そうですよ、うん、気をつけてくださいよ。それで禁止になったんですよ、僕は。シュプリームさん、千と千尋のようにお父さんとお母さんが豚になったらどうするんだろう。まあ、オーバーフローしてね。やばいやばい。なんか豚メインになってきたね、なんかね。ほんと。ね。豚トーク。豚トーク。たまたま豚。豚キャッ。人工知能のオットさん。サンチェスさん、鈴宮春日の憂鬱、エンドレス888時間生放送。およそ9077分の1っていうのかな。長と雪体験。体験しました。なんだろうこれ。すごいピンポイントです。見てないこれ。見てないっていうか体験？なんすか VR っすかこれ。なんすかね。なんだろう、気になる。エンドレスエイト大好きなんで。鈴宮春日が大好きで。そうなんですね、はい。これちょっといいフラグ立ちましたね。そうですね。まあ後でちょっとお楽しみにしててください。人工知能さん。何かさっきあのサンジさんが発信したのかなと思うぐらいの体験でした ね。何も発信してないですけどね。怖っ、こっち監視カメラとかないですよね。ちょうど本当にキャプテンとそういう話してて。そうですか、はい、まさかこういうピンポイントで来るとは。もしかして、おお、あ、すみません。ちょっとカーソル動かしたら巨大化したんで。初めて見た。あ、これ前もなんかありましたよね。これあれですよ、なんかアップルの特徴みたいでぐるぐる回したりしたら大きくなったりする。カーソルが大きくなるんだ。あ、そうなんだ。へえ。なんかね、びっくり。自分たちの竿もね、振ったら大きくなればいいのに思いますけど、このカーソルみたいに。すいませんね。試してみてください。ならないでしょ、それ。大塚健二さん、50オーバー振って切れたと思って収納してからタラーって出た時はもう一日台無しです。超わかるこれ。これ何の話、あれの話。これそう、しっこちーってやってピッピッてやった後戻すじゃないですか。そしたらこの太ももについてスーッと下まで行くんですよ。あ、そんなことがあるんですか。これよくありますね。よくあるから、もうこのズボンで拭いたりとか。もうしょうがないから、ズボンの中じゃないですか、うん、中でツーッて垂れてるんで。自分も日常茶飯事で別にもう嫌とか。あ、もう気にならないんですか。全然気にならないですね。そっか、でもそっか。逆にこの水滴が足を這う感覚を楽しんでます。楽しいの。しかもさ、確かに男の人ってそれだけで済ますじゃないですか、うんうん、なんか気持ち悪かったりしないんですか。気持ち悪かったり、もう生まれた時からそれだから何も思わないです、はい、だって女の人がトイレしたって拭かないみたいな感覚ですよね。女の人もなんかプルプルプルってやればそういう感覚じゃないですか。そんなんでいけるのかな。男の人の特徴として残んないんですよ。あ、そうなの。ほぼほぼ残らないです、ね、ほぼほぼ残らないです。
女性の場合やっぱり間だから多分ちょっと拭かないとさすがに完全に綺麗にならないんじゃないですか。そういう違いがあるんですね、はい。ちなみにあの大塚健二さんにおすすめがあります。この対処法なんすかなんすか。穴と玉の間にツボがあるんですよ。アリの戸あたりですね、はい。そこをグッて押すと残ってる分が全部ピュッて出てきますちょっと待って、何の話俺なんで食べ物の話をしようとしてるのにこういう下のトークになるんですかなんで出す方にちょっと、ね、なんかね、取り入れるものは排泄するじゃないんだけどな。冒頭におっぱいの話出すからですよこれはもうしょうがないじゃないですかやっぱちょっと触れたいじゃないですか、うん。ね、選手のね、そうそうそう、まあ、ちょっと本編に戻りたいと思うんですけれども、何だったかな食そう、みんなどんな食生活で生きてきたのかなっていう疑問に思ったってことで、うんうん、このテーマにしようかなって思ったんですよ、はい。そうです。別にあれですよ、超絶放送時間長い番組があるじゃないですか、うん、別にあれに影響されたっていうわけではないんですよ。そういうことやったんだ分かる、この野郎やったんだ。そういうわけじゃないですよただあれで見たときに確かになんか俺って何食って俺ができてるのかなって思ったんですよ。確かにね、それが血となり、そう、肉となり、ね、骨となり、精となり。ちなみに骨を伸ばすための食物って何か分かりますか。骨を伸ばす、骨を伸ばす、骨を伸ばす、カルシウムと思いがちですよね、うん。今引っかかった感じですね俺、はい、牛乳ってよく言われてたじゃないですか、はい、我々は、うん。実は牛乳は骨を固めるだけであって、はい、骨伸ばすための作用ないんですよ、はあ。だって牛乳飲んだら大きくなるよって、ね、じゃないんですよ。実は骨伸ばすために重要なのは亜鉛とタンパク質、あと脂質が少し必要なので脂質、へえ。一番いいのは牡蠣です。牡蠣なんだ。貝の牡蠣。私アレルギー。ああダメだダメだ私、はい、そう、オーバーフローしちゃう。オーバーフローした。牡蠣がダメな方は納豆がおすすめです。あ、納豆は好き。納豆はいいかもしれないね。この2つは細胞分裂を活性化させるんですよ。あ、ほんと、うんうん。あ、じゃあ身長伸びる、はい、身長伸びるときにはあ、いや、もうこの年では諦めてください実は身長伸ばすのは骨芽細胞っていう細胞が、はい、増殖して、うん、それがカルシウムで固まっていくっていう作業が必要なので、はいはい、カルシウムの摂取よりも細胞を増やすための材料が必要なんですよ。そうなんだ。だから実は知られていない牛乳よりも重要な栄養素。もっと早く聞きたかったな。納豆と牡蠣ですね。納豆と牡蠣、はい、含まれる亜鉛と亜鉛タンパク質。タンパク質。じゃ牡蠣納豆に牛乳かけて食えばもう完璧ってことですね。最強。完璧です。完璧ですよね、うん。やってみたらいいんじゃないですか。でも牡蠣食べたらあ、そっかあ、そっかダメか、アレルギーか。そうそうそう、アレルギー。大好きだった。何食ってんですか毎日。毎日何食ってるんだ。一応自炊とかしてるんですか。私料理あんま好きじゃなくて。はい、超わかります。あ、嫌いですか。嫌いっていうか時間がもったいないっていうか。あ、だから弁当屋にしてるあれもあるんですよ。なるほどね。まあ時短じゃないですけど、うん、多分一人で一食分作るってなったらだいたい300円ぐらいかかると思うんですよ、うん。あ、確かに。それと買った方が、ね、買った方がなんか食べて ね、なんか一人分の量って作るの難しいですよ、ね。難しいじゃないですか。やっぱ余っちゃったり、うん、まあ、次の日に持ち越しだったり。どっちがいいのかなこれ。自分は4人分作って翌日残せるようにだいたいパスタが多かったですね、はいはい、学生の時。パスタね。学生の頃自分あれでしたね、全然お金なくて、はい、キャベツにマヨネーズ塗ってそれとビールとか。はい、これ何、夕食とかですか。これ夕食ですね。つまみではなく。つまみではなく。とか、あと仕事全然なくて、うん、お金ない時にはコンビニでジャッキーカルパスってあるじゃないですか、はいはい、ちっちゃい10円とかの、うんうん、あれとビールとあとルパン三世。ルパン三世、ルパン三世を見ながらルパン三世までもが食になってしまう。食になってるもん。それぐらいお金なかったっすね、全然。まあ一応でもそうですよね、うん、自分アスリートだったんで、うん、やっぱ食事ってすごい重要なんですよ。あ、そうですね、はいはい、人よりも倍食べないといけなかったので、うん、それをいかに安くやるかってやると自炊をやっぱりメインにしないといけなかったね。きついな自炊。一番自信あるのはミートソーススパゲッティと、うん、カルボナーラと、うん、あとは特製オムライスですね。全部洋風です ね完全洋食。あ、でもソーミンチャンプルーとか、うん、あとはゴーヤチャンプルーも得意でした。お、沖縄料理が。はい、ね、やっぱりビタミン C 欲しいのでゴーヤーを使おうってことで、うん。そうだ、沖縄のこと調べてきたんだよ料理。お、なんか宮廷料理と庶民料理があるらしいんですけど、まあ一応宮廷料理はそのおもてなしの料理メインなんですけど、うん、庶民料理が
うん、生活の知恵を生かして無駄を省いて、うん、完全にそのなんだろう栄養バランスを整えた素晴らしい食事らしいんですけど、うん、これであれが出るんですよ豚キャプテンが苦手な豚、ね、はい。で昔からなんか沖縄では食べ物のことを薬むんとか、うん、薬とかぬち薬って言ったりしたらしいんですよ、うん、命の薬とか、うん、だからまあ異食同源食べ物が体を作って食事は病気を治すっていう考え方が受け継がれてるらしいんですよ、うん、でもなんか沖縄料理ってあんまり食べなくないですか今の時代ってゴーヤーチャンプルーぐらいねなんかお盆の時にじゃないとなんかそういうぬち薬フルコースみたいな歴史とした沖縄料理みたいな、うん、何があるんですかそもそもなんだろうあの昆布とかソーミンチャンプルーとか中身汁中身汁もそうだしいろいろあるじゃないですかありますねなんかあんまりねお母がたまに作ってくれたりとか、うん、そういう定食屋行って食べたりとかないですね あんまりなんか、うん、家で作るっていうのがでも私実家にいて、うん、で1階にはおばあちゃんとおじいちゃんがいたりするので、はいはい、結構頻繁に中身汁だったりナムズチだったりはありますね、はい、あじゃあ先輩方がまだいるからだそう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 我が家もまだ日常にある、うんうん、羨ましいそういうの我が家もそうですあそうなんですかただ今は僕がベタ食べれなくなったんで、はい、もうあの家も家族少ないんで、うん、あのそれぞれ分かれて食べてるんですけど、はい、まあ小学生とか学生時代はもうほぼほぼ、うんうちな料理でしたね最高だねみんな、やっぱ俺だけ違うんだね毎日お父さんが外人っていうのもあってあ、そうなんですかだからもう休みの日の朝とかはあのパンケーキとソーセージとめっちゃいいじゃないですかあとなんだろうシリアルとかパンとかしかなくておしゃれですね全然おしゃれじゃないですよもうシリアル私大好きだからもうわんこそば感覚でパンケーキがどんどん出てくるんですよ最高お父さんがガンガン焼くんで最高じゃないですかパリッパリのベーコンいいなにたっぷりのシロップかけてか羨ましいそうそうそう私そういうのが好きです逆にそれが家ではできないから、うん、ほらモーニングとかでカフェ行ったりとかしますね、はいはい、って考えたらめっちゃ高いですよねカフェとかねそうですよねだってあれだけで1000円を1000円とかねするから、うんまあ、それが毎日家で勝手なあれなんですけど、うん、俺食にこだわりないって言ったじゃないですか、うん、そういう食をなるべく抑えて、うん、その旅行とか行った時も、うん、食べ歩きせずに、うんうん、コンビニでおにぎりで買ったりとか、うんうん餃子の王将で餃子とビールだけ頼んで、うんうん、あとはもう全部そういうフィギュアにお金使ったりとか、フィギュアとかねそうおもちゃとかねだってそうじゃないですか食べ物食べるじゃないですか食べて結局物に変わるじゃないですか、うんうん、奴らにあ奴らにで流されていくじゃないですかそうですね、はい、それよりはそれよりは同じ物でもフィギュアとか物を買って残しておきたいんですよなるほどなるほどどっちがいいんですかトイレに流したい派ですかでも美味しいものは確かに食べたいそれはもはやあれですか思い出感覚ですかいや私、うん、もう結構欲求が最近は睡眠欲とこの性欲と食欲食欲もうこの食欲が特にこの、うん、食べてる時が幸せ感が半端なくて、はいはい、そうだからだ特になんかまずいものってないんですよ、うんうんうん、私結構何でも美味しく食べれるんで、はい、食べたい食べたいんだやっぱり食べたい美味しいの食べたいトイレ行ったとちょっと寂しくないですか例えばちょっと5000円とか出して美味しい料理食うじゃないですか考えたことなかったないですかそれ思うんですか日々行ってそいつら見るじゃないですか、うん、あー5000円がこういう風に流れていくんだな、まあ、栄養は摂取してるかもしれないですけど、うん、それだけじゃないですか栄養だけじゃないですか、うんうんうん、でもフィギュアとかってずっと残るわけですよ確かにいますねそこにどっちがいいのかなまあそれは人それぞれだと思うんですけど、うんうんうん、だからあんまり食事にお金かけないのかなっていうのはあるんですけど好きな食べ物とかはないんですか好きな食べ物、うん、タコライスおお。何があるかな、うん、なんだろうでもこんな人言ったらあれだけど、うん、お腹空いてるじゃないですか、うん、5000円のフルコースの美味しいものとか、うん、2000円のステーキだろうが、うん、タラで白米食えって言われたら、うん、一応お腹はいっぱいになるじゃないですか、うん、安くでも一応済ませられるじゃないですか、うん、満腹感ってでもそういう欲しいものって、うん、それでしか補えないんですよ、うん、同じこの例えば1万円のフィギュアが欲しいって言って、ね、300円のフィギュア買ったところで、はいはいはい、満たされないんですよ、はいはいはい、でも空腹は一応満たされはするじゃないですか満たされますね、確かに生きていけるじゃないですか、はいでもそういうものがないとダメなんですよだから旅行とかでもご飯は食べずにそういう展示会行って絵を見たりとか並んでまでは食べたくないんですよでも旅行は確かに私も食べ物目的の旅行は行ったことないんで、うんうんはいはい、私も結構一応まあおにぎりとか慣れ親しんだの、はいはい、あっちにもローソンがあったりファミマがあったりするから一応安心ではありますよね、はい、知らないところにねえねえねえそうそう本当に美味しいのかどうかとか、うん、店の雰囲気とかわからないから、はいはい、行ったりするめっちゃいいこと言ってるよな皆さんあの子と食べたあの料理の味はフィギュアには変えられませんああ、
そういうのデートとかでご飯とか、うん、ってなった時はどうなるんですか。ギャフンと言っていいですか。はい、ギャフン、ギャフン、確かにそうだね。その話しながら最初から気になってたんですよ。デートとかでご飯とか、はいはい、じゃあどうするんだろう。まあそれはそれでいいですけど、まあ思い出ですね。あ、じゃあもしじゃあ彼女がこれ食べたいあれ食べたいって言ってちょっと根の張るとこ行くのは大丈夫なんですか。本来だったら、うん、別に俺は金太子でいいのにって思うんですよ。安くてお腹いっぱいになるし、毎日別に俺全然週1でも金太子いいんですけど、うんうん、なんかね、金太子ってあんまりみんな行かないんですよね。私大好きですよね、好きなのに。金太子のバラバラチキンとか、金太子行くよりなんかステーキ食いに行きたいとか、うーん、え、2000円みたいな。あ、これ彼女大変だ。大変なんですよね。だからまあ別に今そうだね、まあ、あの子と食べたあの料理の味はフィギュアには変えられませんって言ったらね、変えられませんか。変えられませんよ、それは。おー、これで変えられるって言ったらちょっとどうしようって思いました。変えられはしないけど、やっぱりね、な、何も言い返せねえこれ。ゆうきちゃんは金玉好きってシュプリームさん。もうシュプリームさんやばいでしょ。シュプリームさん、空豆ラジオいつもこんな感じ。そうなの。そう、下ネタ多っすね。あの、そして気づかないゆうきさん、そのまま読んじゃいます。読んじゃうの。え、なんか今日はまともだなって思ったら意外に言わされてたて。言わされてる。気づかない、気づいてないんだ。あとで気づいて恥ずかしがる。そうそうそう、みたいな、やられたわ。それ狙ってるかもしれない。まあ、コインもありがとうございます、シュプリームさん。ありがとうございます。ポチさん、オムライス美味しそう。キャプテンのね、うん、食べたいな。いいね、キャプテン出店したらいいのに。オムライス、あれです、あの、僕の場合はかなりのぶつ切りでお肉、鶏のもも肉を、ね、これぐらいの大きさで入れます。どれぐらいっていうね。伝わらないっていうね。そうですね、サンチェスさんのくるぶしの大きさぐらい。あ、くるぶしぐらいか。超わかりやすい。ちょっと大きめの七面鳥の軟骨ぐらいですね。超わかりにくい。ちょっと大きめのね、七面鳥のターキーのやつ、ね、これで1曲いきますか。はい、じゃあ曲の方準備しますね。はい、今日の曲ですね、うん、さっきもねツイキャスであったんですけど、うん、まさかの人工知能さんへ捧げるような歌になっちゃいましたけど、ここあれ鈴宮春日の歌が流れるんですよ。朝比奈みくるの冒険オープニングテーマの恋のみくる伝説でございます。これ大好きなんですよね、俺。これ超好きなんですよ、これ。すごいっすよ、この曲。これすごい。いいね。これこのキャラが歌上手じゃないんですよ。だから声優さんがそういう風に下手に歌ってるっていうやつなんですけど、もう逆になんかプロの技だなと思うんですよ。あ、確かに下手に歌うのってね、難しい。難しいじゃないですか。うん、すごいっすよこれ。超下手。そういう風に見せてるだけですからね。普通は歌上手ですよ。後藤さんって言うんですけど。ちゃんと初めて聞きました。こういう。あ、これですか。なんかこういうのなんて言うんですか、アニソンって言うんですか。アニソンですね。すごい歌っすよこれ。これを車で大音量でかけて走ってたらみんな見てきますよ。何の曲流してるかみたいな。確かに。なんだこれみたいな。自分も一回すごい笑っちゃったのが、あのめっちゃヤンキー層の2人が、はい、あのもうビッグスクーターで、はい、あの2人乗りして、はい、髪も金髪でわーんって来たかなと思ったら1万年と2000年いるね。ツイキャスで聞こえない素人ボイス風演技すごいっすよね。耳みくるみくるんるん。あ、そっか、ツイキャスで聞こえないのか。そうですね。残念ですね、人工知能さん。気になる方は検索して聞いて、検索して聞いてみてくださいね。今だけリスラジの方に行っても聞けますんで。いいっすね。これはぜひ聞いてほしいですね、皆さんに。これぞプロですよ。うん、めっちゃいい。あ、いいなぁ。でもまたみくるちゃん可愛いんですよね。でめっちゃおっぱいでかいんですよ、そこはちょっと苦手なんですけど。大きいのお好きではないんですか。うん、あんまり好きじゃないですね。まあ、おっぱいの回でも言ったんですけど、もうケツにしか見えないっていうか、うん、ケツ1個でいいじゃないですか、うん、それが2つついてるみたいな。そう、2つついてるみたいな。前にも後ろにも、うん、あ、多分ゼロ距離で見たら多分ケツとおっぱい分からないと思います。そんなにゼロ距離ですよ、ゼロ距離も超谷間で見たら。なるほどね。あんまり差が分からないと思うんですよ。は1個で A や。全然 A です。
逆になんか大きすぎたらその洋服とか着た時にその女性の体のラインが崩れる気がするんですよ、自分は。Tシャツとかは確かに着づらいだろうなって思う。やっぱりおっぱい小さめの人の方が女性が本来持ってるその体の美しさとかラインがちゃんと出るんじゃないかなと自分は思ってて、だからおっぱいが小さめの人の方が自分は好きなんですよ。女性のラインが好きなんですよ。ラインがやっぱ姿勢のいい方に聞かれますからね。お急にギュンってなりましたね今急にギュンって。おっぱいがそんなに大きくない方がいいですね。あ、なるほど。でもたまにはおっぱい大きいのも好きですよ。たまには好きですよ俺は。要するにおっぱいが好きなんですよ。あ、いろんな 大中小形問わず問わずおっぱいはもうおっぱいマニアですね。まもなく曲が終わります。まあ、いろんなおっぱいそれぞれね、その形とか大きさによってもうおっぱい同じおっぱいはないんで、1億人いれば1億個のおっぱいがあるんで。はい、じゃあマイク上げます。はい、朝比奈みくるさんで恋のみくる伝説でございました。はい、下手じゃないですからねこれ。うん、うまいんですよ。わざとこうやって歌ってるんですよね。そうです、すごいわざとやってるんですよ。さすがプロですね。プロの技ですよ。はい、人工知能さん、長戸ちゃんはつつましかった本当にね、長戸ちゃんの話したら泣きそうなるから、うん、はあ、みんな見てほしいな、涼宮春日めっちゃ面白いですよ。で今度見てみます。ぜひお願いします。はい、今月のメッセージテーマ何でしたっけ。フリーですね。フリーなんですけれども、今日は食に関する話、うん、おっぱいの話もしてるし、そうトイレの話もしてるし、ね、本当大丈夫か今日の食のテーマってやばいでしょうね。いや、いいんじゃないですか。いいっすかこれで。まあ、うん、食はいろいろ通じるものがあるということで。そうそう、全てがそこにつながってるってことで、はい、スプリームさん、乳輪が5センチぐらいある胸と乳頭の長さが25センチぐらいある胸、どちらが好みですか。 2.5 です。あ、2.5 センチ。25センチやばくないですか。やばいでしょ。バケモンですけど。相当ですよ。いる？いないな多分。牛とか。なんか絞りすぎて。絞りすぎて。やばいな。どっちがいいんだろう。キャプテンどっちがいいですか。僕ですか。いやー、どっちも、あ、まあでもあんま大きいものがあんまり苦手なんで。あり得るんですかそれは。ないと思う。実際5センチも。ないと思う。それよりもサンチェスさん、例のコーナーのお時間では。あ、そうだ、俺忘れてた。いきます。サンチェの鬼畜クッキング。はい、あとお友達や周りから絶不評のサンチェスが考案したメニューの紹介です。お、まあ、自分いろいろなんか創作料理っていうか、うん、これとこれ組み合わせたらうまいんじゃないかみたいなやつをよくやるんですけど。そっか、コーナーだったね。完全に忘れてた。なんか素で忘れてましたね。もうおっぱいのね、25センチのニュートンの話で頭がいっぱいで、もう頭いっぱいで。今どこで切ろう、どこで切ろうって考えてました、ね。なるほどね。そうだから BGM はなかったのか。あ、なるほどね。すいませんね。待ってたんだよ。もう25センチのニュートンがもう一生懸命想像してたでしょ。もう想像してて、もうなんか絵に描こうかなと思ってた。どっちにしようみたいな。そうだそうだ。でまずじゃあ私が紹介したいサンチェスオリジナルメニューなんですけれども、ポカリ中華です。え？ポカリ中華。ポカリ中華、まあ、普通にあのコンビニで売ってる冷やし中華あるじゃないですか、うんうん、あれを作ります。まず、うんうん、ソースも全部入れてね、はいはいはい、タレも全部入れて、うんうん、具材も全部入れて、はい、キンキンに冷えたポカリスエットをその冷やし中華に注いでください。あっさびろい、めっちゃ美味しい。いやいやいや、もう真夏にうってつけですよ。夏バテにもいいし。え、なんかこれポカリの味が締めないんですか全体を。いや、自分はちょうどいいぐらいなんですよ。あ、じゃあポカリの味もして、ポカリの味もしつつ冷やし中華のタレの味もするっていう、もう超絶うまいんですよね。なんでそれやってみようと思ったんですか。めっちゃ暑かったんですよその日。ちょうど那覇でなんかライブ見に行ってて、で近くのコンビニで食べようってなったんですけど、うんうん、ポカリも飲みたい、冷やし中華も食べたいでも喉も渇くじゃないですか、うん、あ、混ぜちゃえみたいな、もうラーメンみたいな、飲んでよ冷やしラーメンみたいな感覚でやったんですよ、うん、めっちゃ美味しくて。もうそれからはもうずっとやってるんですか。まあ、夏とかはよくやりますね、お家とかでもやるし。でもそれ食べた友達がクソまずいって言われて。でしょうね。いや全然本当にめちゃくちゃ美味しいですから。甘くならないんですか。いや、そんなに、なんだろう、美味しいスープみたいな。あれはスープって呼んでいいのか。あ、全然いいと思います。だってポカリってことはもう砂糖ですよね。砂糖ですね。砂糖も大量に、はい、
しょっぱさと甘さと、なんかさっき言ってましたね、しょっぱさとなんとかって。そうそうそう。スポーツドリンクって体に吸収しやすいじゃないですか。そうですね。でも本当にもう同時に取れるんですよ、水分と。食べながら飲めばいいじゃないですか。ダメなんです、それじゃ。なんで？時短です、時短。時短。中にいるじゃないですか、水も飲めないぐらいパソコンカタカタして忙しい人っているじゃないですか。うん、そういう時に少しこの飲む動作をやめてもらって、一緒にも。なるほどね。わかります？なんかラーメンのスープで喉乾いたな、スープ飲もうってならないじゃないですか。ならないでもポカリ中華はそのままいけるんですよ。あ、なるほどね。あ、確かにめちゃくちゃいいっすよこれ。飲み物にも変わり得るみたいな。じゃ結構いろんな人に紹介したんですけど、うんうん、美味しいっていう人は一人もいなかったんですよ。あ、じゃあ自分だけだったんですけど。でもこれやってほしいですマジで。でもなんか買ってまでやろうって思えるかどうか。やってやってください。じゃあここ何日以内にやってやってください。ぜひポカリ中華おすすめなんで、はい、次の料理いきたいと思います。はい、チョコジーマーミジャンボ。はチョコモナカジャンボあるじゃないですか、はい、チョコモナカジャンボの上にジーマーミ豆腐を上にトッピングして一緒に食べるっていう。え、タレもつけるんですか。タレもつけます。これめっちゃまずいです。あ、まずいの。めっちゃまずいです。これで美味しいって言ったらなんかもうこれは完全にもうなんかもう人種が違うなんで。これは別々で食った方がいいです、うん、なんでまずなんでそうしようと思うんですか。要するなんだろう、お、なんでそうするのって今言われたんですけど、うんうん、これ侵害ですよ。いや絶対みんな思ってます。いやいやいや、だってジーマーミってまずなかなか日常にもパッては出てこないものじゃないですか。出てこないですよ。それをなぜあったんすよ家に。あ、家に家にあってこれとこの組み合わせいいんじゃないかなって言って。うん、まあ濃厚ですね。アイスクリームですよね、モナカジャンボって。チョコモナカジャンボアイスクリームです。はあ。でも分からないじゃないですか世の中って、はい、だって最初にタコ食った人もイカれてると思いません？あんなグロテスクなものをこれを焼いて食べてみようみたいな。そう、ね、そう、食べない国もあったりしますね。あるじゃないですか、うんうん、要はチャレンジなんですよこれは。全部新たな試みなんですよ。なるほどなるほど。やってみたいじゃないですか、うん、これはダメでした。まずかった。これはダメでしたね。あ、ダメだったんですね。これは完全にダメでしたね。じゃあ皆さんやらないように。これはやらないでください。で2つ目、あ、3つ目か、はい、バナナミートライス。は？バナナミートライス、もうなんかこれめっちゃうまいっすよ。あ、うまいの。これ最高っすよ。なるほど。バナナとバナナとミートソースのミート、牛肉ですねこれは。牛肉、牛肉、肉のミートですね。肉のミート。普通にステーキを焼いてもらって、うんうん、まあ、簡単に塩コショウで味付けして、うん、それをご飯の上に乗せます。はい。でその後バナナを焼くんですよ。鳥肌立つ。いや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 、美味しいから。あの果物となんかご飯を一緒にするのとか、はいはい、ダメなんですよ。あれダメですか。じゃあ酢豚とか、はい、酢豚の、それと同じ匂いがします。マジっすか、はい、全然っすよ。大丈夫っすよ。うん、なんかできればあの甘めのバナナを焼いてほしいんですけど、結構あの甘みがないのって焼いたらなんかちょっとじゃがいもっぽくなるんですよ。なになに、バナナも焼くの。バナナ焼きますよ。え、バナナスライスして焼いて。できれば縦切りがいいですね。この細くカットするんじゃなくて、うんうんうん、その縦にパカって2つに割るような感じで焼いてもらって、うん、結構もうトロトロになるまで、うん、焼いて、それを、うん、肉とご飯とバナナを一緒に口に運ぶんですよ。なんかでも、ね、肉とバナナまでは良さそうだけど、なんかそれにご飯が。いや、できればタイ米がいいですねここは。タイ米の方が絡みます。あ、なるほど。めっちゃ美味しいです。いいね、めっちゃ美味しいです、最高っすよ。で軽く醤油かけてもいいですね、軽くね。泣きたい。なんで泣きたい。想像しただけで泣きたい。シュプリームさん、パパイヤ的なバナナではないですね。ガチのバナナ。ガチのバナナです。あの甘いバナナです。はい、サンチェスさんにおすすめしたいのがあります。はい、何ですか。バナナカレー。あ、絶対美味しい。やだ、絶対美味しい。スライスしたバナナをちょっと辛めのカレーがいいかもしれないですね、はいはい、入れると美味しいです。何でしたっけ、あのヒッピーじゃなくて何でしたっけ。あ、ラッシーだ。ラッシー感覚ですか。ラッシーって何。ラッシー、ラッシー。なんでラッシーって。ラッシーってあるじゃないですか。あ、はいはいはい、ヨーグルトドリンクみたいな。あー、わかんない。あのインド料理屋とか行ったら、インド料理屋行った時に飲むやつ。ラッシーって絶対注文するやつですよ、ちょっとおしゃれな気分で。わかんない。あ、ラッシー一つみたいな。へ、ちょっとそれみたいな感じってこと。そうそうそう、じゃないんですか、バナナカレーって。そうですね、感覚的には。ほら、うーん、泣きたい。なんで。いや、ライスとバナナ合うんですよ実は。全然美味しいっすよ。美味しいっすよ。もう最高ですよ本当に。ライスと甘いのが無理なのかな。なんてライスかもしれないですね、ゆきさんは。ご飯って甘くない。でも私、うん、ケーキとおかずとかはめっちゃ食べるんですよ。なにこの子イカれてんの。もうケーキとか甘いのとご飯。ご飯ではない、あのおかず、おかず、おかず、おかずを食べるんですよ一緒に。昆布入りチーとか。うんうん。だからバイキングとか行って、うん、ご飯食べてデザート食べるときは必ずなんか唐揚げがあったり、はい、一緒にそれを食べながらじゃないと甘いの食べれない。
なんかさっき泣きたいって言ってましたけどもうこっちのセリフなんですけど、いや同じ感覚じゃないですか。いや違う、いや一緒ですって。いや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 、一緒ですよね、これね。一緒っすよ、一緒っすよ。全然一緒じゃないよ。いや、バナナミートライスと一緒っすよ、これ。ケーキとライスは食べれない、一緒に。でもケーキとおかずじゃあバナナミートはいけると。でもそうそう、バナナミートはいける、はいはいはい、けどこのライスとバナナっていうのが結構きついかも。なんでですか。なんだろう、なんだろうね、意外といいですよ、うん、しょっぱいのと甘いのって自分が好きって言ったじゃないですか、はいはいはい、そういう感覚じゃないですか。そういう感覚なのか。唐揚げとケーキですよね。そうそうそう。でもなんかライスに多分味がないからかな。なんかだって想像してください、バナナと、はい、今想像してますよ、白米一緒に食べる想像。白米とバナナはダメなんですよ。あ、やっぱダメ。普通にバナナ、あ、ダメですよね、プリプリって剥いて、うん、バナナ食ってご飯食ってのはできないですよ。、うん、焼いたらいけるってこと。焼いたら全然いけます。焼いたらいけるのかな。そこにまた肉が加わると全然美味しいです。なんだ人工知能さん、現地ではバナナの何プサつぼみ、何これ雷って感じみたいな。つぼみつぼみか、つぼみが食用されていると聞きましたが、どんな味なんだろうバナナのつぼみって、うん、だバナナになる直前ってこと。あ、ひとみ、稽古戻ります。お邪魔してます。え、稽古休憩中って、おい、またナンパしたな、サンチェスさんって。いやいや、これ今日逆なんすから。今日逆なんすよ、ひとみ、ちょっとこれ深海です。今日逆なんですよ、完全に完全に逆なんすからね。俺がナンパしないですからね。まあ、たまたまね、そういう機会があったからいいんじゃないかなってことでね、はい、お邪魔してます。シュプリームさん、エスニックにお米とココナッツミルクのデザートがあるね。あ、そういう感じかもしれないね、多分ね。本当にまだまだちょっともっと紹介したいメニューがいっぱいあるんですよ。めっちゃあるじゃん。クリームチーズアイスカレーとかね、まあ、ポチギメロンパンとかいろいろあるんですけど、まあ、これはちょっとまあ次回にね持っていきたいと思います。気になりはしますが。気になるでしょ。でも私ポチギ好きで。ポチギポチギポチギ最高だよね。ポチギたまらないっすよね。たまらない。で、何の話をしたんだっけ。なんですか。ああ、そうそうそう、バナナミートまで話しましたね。まあ普通にフリートークしますか。もう何話すか分かんないんで。もういいっすか、食は。だからメールも読みたいんだよ。あ、メールたくさん来てるんですけどね。そう、今日メールいつも言ってない。そうなんです、メール全然読んでないんですよ。すいませんね。ドタバタネームほっぺさん、ありがとうます。ありがとうございます。皆さんこんばんは。今回はサンチェスさんとキャプテン2人ですね。もう1人いるんですね。私もいます。さて、テーマフリー、フリーじゃないですけどね。先週話してたレジに好みの女性がいた場合の話、めっちゃ面白かった。さすがに並び直すことはしないけど、他のレジが空いててもそこに並んでしまう気持ちは俺にもわかる。またアンケートやってほしいなって。そう、並び直すんですよ自分、可愛い子がいたら。そこでサービス受けたいじゃないですか。あ、そう思うんですか。思いますよ絶対。私レジで長年働いてたことがあって、はい、でもやっぱなんか選んでんのかなとか思っちゃいます。選びます。やっぱ選ぶの、男の人も、うん、でも急いでる時はそんなの関係ないですよ、うんうん、全然いいんですけど、ちょっとなんか余裕がある時とか時間に、あ、ちょっとあの子とちょっと喋りたいな。しかも1回並んでも行くってことですよね。それは最初からほら並ぶ前に、あの子、いや、もうそこで並んでしまったらダメなんですよ。もう、あ、並んでしまったらいいかな。並んでしまったらもうさすがにちょっと気まずいじゃないですか。あ、そこまではしない。そこまではしないですけど、このタイミング伺ってるのありますよ。あ、どうしようかな、どうしようかなって、あっち一人空いたからこう大回りしていけばいいタイミングだなとか。あ、一応タイミングは気にするんですね。タイミングは気にしてますね。あ、知られたくはないってことですか。知られたくはない。いちいち俺ここに並んでるって思われたくないみたいな、うん、でもいいことですよ、俺は好意を持ってるわけだから、うん、別に変なあれはないじゃないですか。並べばいいじゃないですか。周りがガラガラだろうが、ガラガラだろうが、あ、いいです、あの子に接客してほしいんで、あっち並びますみたいな。そしたら多分こっちも嬉しいと思います。でも怖ってなりません。いや、わかんない。でも私も結構、うん、なんかこのおばあちゃんとか年配のファンが多かったんで、はい、すごいなんかもうお年寄りが並んでくれたりしてて嬉しかった、はいはい、めっちゃいいですねそれ、うん、おそう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 、なんか可愛いお孫さんみたいな感覚なんですかね。そう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 、それでなんかお菓子もらったりとか。お菓子もらったり、それが目的なんですかやっぱり。違う。なんか目的なんですか。違う違う違う、なんか手荒れるでしょって言ってハンドクリームもらったりとか。そう、もう泣ける。今月生活厳しいでしょって1万円とか、うん、ありがとうございますってだんだん音声を吸収していって怒られる。あ、6人いるから6万か今月みたいな。そんなのあったらいいですけどね。あったらいいですよね。あったらいい。なんかチップ式にしてほしいですよ、日本もね。あ、で私最近オフしてもらったんですよ、ライブで。オンしてもらった。オフセ。あ、オフセ。何からの。オフセの話が出たから。オフセもらった。オフセね。あの大根のおじさんから。へー、そうそう、大根のおじさんになんかライブ見に来てくださいって言ったら、うんうん、本当に見に来てくれてオフセまでもらって。めっちゃいい。そう、もう泣きそうだった。泣きそうだった。泣いた。泣いた。いくら入ってました。2000円。いいね。ちゃんとお年玉袋みたいな。かわいいね。いいですね。こういう気持ち嬉しいですよね。嬉しい。なんかやっててよかった。しかもだって他人であるわけじゃないですか、うんうん、知り合いではないから、はい、あ、なんかこんなして応援してくれる人っているんだ、うん、
これがじゃあ200万とかだったらどうします？でもちょっと不安になるちょっと怖くなるね。怖くなりますね。なんかしないといけないのかなみたいな、私の体とか求めてみたいな。ちょっと待って、額だけ確かにちょっと怖くなるかもしれない。200万だから2000円ぐらいだったらね、ありがとうございますもらうけど、確かになるかもしれない。人工知能さん、つぼみってありがとうございます。ちゃんとね、つぼみだったんですね。そろそろ CM 一回紹介しましょうかね。はい、はい、では一旦 CM でーす。唇が乾燥して力が出ないである。ああ、どうしよう、どうしよう。瞳狂いよ、スウィン。これは、ドタバタリップ。盛り上がりましたね。盛り上がってますね。ちょっと、あと2通ぐらい行きたいですね、本当は。行きましょうかね。あと6本あるから行けるね。はい。お、ひふみさん、ワイドですか？ワイド。もうみんなどんどんゲット。いいっすね。意外になんか今日大丈夫でしたね。私どうなることかなと思いましたけど。本当ですか？私も何の心配もなくなりたい。あ、もういいですか？すいませんね。それがすごいですよ。始まって、あ、そういえばなんか流れってどうなんだろう、どこで読むんだろうって聞いてないですか？そこだけ確認しとこうと思って。いいっすね、いいっすね、全然いいっすね。適当なんです。スプリームさん、今度は空豆ラジオにサンチェさんが乱入とか。ああ、いいっすね。ぜひぜひ遊びに行っていいんすか？もうひどいですけど大丈夫ですか？私全然いいっすよ、全然いいっすよ。お太鼓さん乱入できてよかったねって、みんなで企んでたから、ね、企んでたみんなで、じゃあなんかできたらまた8時に行ってバイバイしました。全然できますよ。全然遊びに来てください。エロ川柳大会。あ、じゃあそれやるか、サンチェスさんが来るとき。なんか川柳とかやってるんですか？そう、私、空豆川柳やってて、空豆、はい、大賞取った人は私のライブに無料ご招待なんです。あ、マジっすか？でもみんなそれを罰ゲームって言うんですよ。罰ゲームなんだ。罰ゲームって言うんですよ。あの、今度の方が多すぎるんで。なるほどね。そうなんか結構な出費かさみますね。そう、だからみんなチケット買うから、あの、旅費出してみたいな。旅費やばいっすね。相当来ると思いますよ。あ、楽しかったなあ。あっという間でしたね。あんまり食について語れてない気がしますけど。おっぱいと、ね、おっぱいとトイレの話で大丈夫かな。面白い、まあ、ちょっとキチッククッキング今後もちょっとやっていきたいな。あ、これいいコーナーですね。いいと思います。ね、いろいろ自分がやってるんで、日頃からこういうおかしなことを ね発信していくの、まあ、失敗も多いっすよ、本当に。食は絶対尽きないですからね。絶対尽きないですからね。短っすからね、もっとも、はい、じゃあ最後の CM です。はい、どうします、そのまま BGM から行きます。そうですね、ちょっとあれかな。そうですね。もう終わりか、なんか寂しいな。はい、じゃあ間もなくです。5秒前。はい、ドタバタリップ、もうエンディングの時間がやってまいりました。あっという間でしたね。早い、さよなら。さよなら。さよなら。結構いい化学反応が起きましたね、スプリームさん。そうですね、ね、楽しかった。楽しかったですね。なんかもっと本当は食の生活をしたかったんですよ。そうですね、話前回がそうおっぱいの話だったから、うんうん、今回はちょっとね真面目な話をしようと思って。すいません、私がいたばっかり。あ、いやいや全然。いや全然全然。やっぱりおっぱいが一つあったら全然違いますね、雰囲気がね。そうですね、おっぱい違います、本当に。2つあります。あ、2つか、2つあったら全然違います、ね、おっぱいの話ができる女性求めてますからね。全然いいです、本当に。ありがとうございます。あ、じゃあぜひ、じゃあ今度はそら豆ラジオでおっぱいの話しましょう。あ、いいですね、やりましょう。エロ川柳大会ちょっとやりたいと思います。あ、いいですね。一応今回のこの食に関するテーマなんですけど、はい、一応二部構成になってるんで。そうですか。今回で終わる気はないですよ。あ、そうなんです、ね、まだまだ喋り足りないんで。また次回。そう、ちょっとね、トイレの話になっちゃったからね。そうね、ちょっと出口の話になっちゃったから。ちゃんと食の話をしたいなと思って。そうですね。で、あのミニコーナーのね、サンチェの基地クッキングもちょっといろいろやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。で、告知なんですけど、ひとみんの舞台、今宵は殺意で眠れない、9月21日から23日、チケットはひとみへどうぞ。サンチェスは出ません。でも遊びに行きたいと思います。楽しみにしてますので、よろしくお願いします。お願いします。で、僕が大好きなおもちゃ、ビニールアーティストガチャ、通称バグガチャシリーズ16がライカムのビレ版で絶賛発売中です。皆さんよろしくお願いします。お願いします。今回はあれが出てますね、クッキーのフィギュアが出てますよ。おお、クッキーの、あのよくネタパレでやってるあのミスティっているじゃないですか。わかんないけど、あのハットかぶってるちょっと怪しい妖精みたいなやつがいるんですけど、はい、まあ、それが今回5種類展開で出てますので、1回500円
要チェケラです、ね、なんと安い。ぜひなるほど、ね、チェックしてみてください、はい。で本日お送りしたのは、変態仮面サンチェスと、ミキサーの私小座の宇宙人キャプテンと泣き虫サミシンガーのゆうきでした。また聞いてください。ありがとうございました。ありがとう。バイバイ。お邪魔しました。おっぱい飲みます。ということでありがとうございました。ありがとうございました。意外にいい感じでできましたね。楽しかった。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。これは第2部に生かしたいと思いますね。これは食食楽しみにしています。食便通の話じゃないですからね。食ですよ、食。食の話をしていきましょう。はい。じゃあ今度はぜひ空豆ラジオに。はい、遊びに来てください。ぜひ遊びに来ます。早めに来ていただいて。何時でしたっけ ?1 時間前ですよ。6時から。6時から。6時ですよね。6時、7時ですね。全然大丈夫です。本当ですか？はい。よろしくお願いします。いつ来ます？いつ行こうかな。来週行こうかな。来週来ます、はい、あ、ぜひぜひ。お願いします。そっか、じゃあ来週エロ川柳します。エロ川柳やりましょう。いいですね、楽しみですね。これライブ削除でいいんですか？そうですね、削除で大丈夫です。皆さんさようなら、ありがとうございました。バイバイ。止まった？止まったか。いや、楽しかったな。ありがとうございます。ありがとうございました。楽しかった。やっぱなんか喋り相手がいるって楽しいですね。喋り相手がいる、うん、え、キャプテンとは喋ってんの？うん、なんかもうなんかすみません、なんかちょっとタメ口になっちゃいましたけど。いやいや、私もなんかあれだったけど、すみません。まあ、砕けた証拠ですね。そうですね、そういうの大事だと。大事ですね。私、ノリで生きてるので。ノリで